皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですねやっていくのはすくすく卵キャンペーン、はい、やっていきましょう。8月、10日のメンテナンスまで、有効らしいです。孵化したキャラが有効らしいです。なので今回ねこの8月、1日から8日までキャラ卵の販売スケジュールが、まあ、出てるわけなんですけど、そのねスケジュールを、まあ、見ながらプラス、まあ、現状ガチャから出てくるキャラの話をしながらどれを孵化するのが正解かっていうのをね話していけたらいいかなと思います。それではやっていきましょう。まずですねガチャの方からやっていきたいと思います。ガチャはですねまず大型ドラドラガール、はい、まあ、このキャラは全然悪いキャラではないですけど支援大型です。前線派大型ではないです。前線面行ってしまった時に何とかしてくれる可能性もなくはないんですけど、大型戦でも火力が欲しかったらそこまでおすすめしません。ちょっと難しいです。ただ中型戦は最強レベルです。はい、評価としてはかなりいい評価、最強キャラではないけどいい評価です。育成はお任せします。ただ支援大型を使ってたりとか支援キャラを固定してるならばいらないです。前を張るキャラを固定してる場合は育ててもいいと思います。はい、そして続いてですね育種ドラゴン、はい、何を育ててても何を使っていても、超強いです。本当に最強レベルです、このキャラは。ただもちろん最強がゆえに下方される恐れもあります。はい、まだね出てから下方一回もされてないんですよね。されてなくて、あの調整、あの強化もされてない、下方もされてないといけないのかな、多分あんま記憶にないですけど。で、ずっと強いんですよ。ずっと強い。今後出てくるキャラでね、評価変わっていく可能性もありますけど、今の現状、このキャラ育成して後悔はしないと思います。ただ、下方されたら分かんないから、そこはちょっと責任持てません。絶対されるよとは言い切れないけど、されてもおかしくないぐらいのパワーを持ってます。はい。今現状すぐ使うならば、間違いないキャラです。続いていきましょう。中型になりますね。パワードスーツ、どこ行ったっけ、パワードスーツ、あ、いた。はい、パワードスーツ、このキャラは万能キャラって思ってほしいですね。万能キャラ、ちょっとテクニカルな面が、まあ、あるので、やり込み要素が必要なのかなと思います。育成に関しては全然問題ないと思います。今現状でも A ランク、A マイナスかなぐらいはあるんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、ちょっと使い方がね前よりは難しいところも考えると B プラスぐらいの可能性もあるんですけど、ただ現状弱くなくて普通に使えるキャラ、あのちなみに自分は優先枠にしてます。はい、パワースーツめっちゃ好きです。めちゃ好きなキャラです。はい、続いていきます。チビグリ、はい、支援キャラ欲しいよっていう方迷わず育てていいと思います。前回ですね転生シリーズでまあブルードが出てきて、今現状支援最強はブルードって言われてるんですけど、まあ、ブルード転生シリーズなんで、またね新しい転生の再販が来ない限りは手に入らないんですよね。なので現状手に入る支援キャラでブルードを抜いて一番強いのは多分チビグリなんじゃないかな。まだ未だにこの前下方されたけどってぐらい安定感のあるキャラです。おすすめです。はい、あーでもエルフとかも強いかもしれないけど、エルフの方が対空はできるね。ただチビグリの方がキャラ数がいるね。そこの違いかもしれない。はい、では行きましょう。ここからはですね、今現状キャラ卵販売スケジュールにあるキャラたちについて焦点を置きたいと思います。はい、1キャラ目魔法使い、裏技出ました。いらないです。以上、本当にいらないです。あのおすすめしません。ガチでおすすめしません。アビ魔法なら強いですけどね、アビリティ3の魔法使いを使うなら強いですけど、裏引きで使えるかって言ったら使えないと思った方がいいです。裏技の現状レベル1レベル2ぐらいじゃ正直何とも言えないと思ってます。レベル3は面白いと思いますけどね、レベル2もどうなんだろう。ただレベル1は本当にって感じです。はい、まあ裏技を使えない方は絶対におすすめできないです、何があっても。はい、続いていきます。ゴブリン、このキャラはありです。ソロもマルチも使いやすいです。で、今このなんだろう、まあ、キャラ強 B グランプリに関係してる方、それやってる方からすれば、まあ、アビ魔法がね多かったりとかすると思うんで、そうなるとねちょっとね面倒くさいなってところあると思うんですけど、まあキャラグラがもうすぐ終わるというわけで、それが終わったらまた話変わるし、マルチは別に関係なく強いしな。でソロもまあ悪くないし、コスト勝ちやっぱできますね。相手が迎撃引いてなかったらさ、あのコスト絶対に勝てるんで、コスト負けること絶対ない。迎撃引かれてなければ絶対にコスト勝てますってぐらい安定感のあるキャラです。はい、続いてアシュラ、個人的にはめっちゃ好きです。優先枠にするか枠外にするかをひたすら迷ってるキャラです。でスキルもやっぱ無双で大型やれるのも強いし、やっぱね3コスの4体がでかいっすね。火力はねアマゾネス最強だと思ってるんですけど、大型戦やれちゃうから簡単に。ただアシュラも大型、まあ無双のスタン入れればやれるのと、アシュラの方が1体キャラ多いんですよ、キャラ数がっていう部分で、まあ汎用性が高いのはアシュラなのかもしれないですね。アマゾネスよりもアシュラの方が得意なキャラ多いんで、
はい、そこの違いはあるかもしれません。ただね、アマゾネスは第一対空がね、あったりとかもしますんで、やっぱね、差は結構ね、いろんなとこでついたり、つかなかったり、アーシアの方が優れてるとこもあるし、アマゾネスの方が優れてるとこもあるし、いろいろあると思いますけど、まあ全然おすすめできる火力キャラです。火力が欲しい方は別にありだと思います。はい、続いていきます。デビル。はい、得意なキャラがね、多いデビルさんなんですけど、まあ正直ね、不安定です。スキルが即死と、刺されば強いんですけど、正直不安定です。はい、あまりおすすめしたくないです。ってキャラ。うん、なんだろう、大型戦も関与できない。まあ大型戦もちろんね、運ゲー即死入れれば勝てるかもしれないけど、たまたま運ゲーで格上倒しましたってことがあっても、じゃあ同じぐらいの相手にそれ運ゲー入んなかったらどうなんのって話で、結局運ゲー入らなかったら大型戦関与できないし、固定してるのに、なんだろう、まあ、って感じ。あと今現状ブルードが流行ってるから、ブルードに1体で簡単に見られちゃうのも、ちょっと嫌だなって部分もあったりとか、うん、あとアビマドがね、今キャラクターやったりとか、まあいろいろあるんですけど、ちょっと使いづらいかなって個人的には思ってます。はい。はい、続いていきましょう。サムライビートル、必須キャラです。使い方、どんな性能か、答えではでもなく必須なんで、必須って言われるからとりあえず付加しちゃおうってレベルでいいです。はい。もう、説明するまでもないぐらい必須です。続いていきます。ペンギン、おすすめしません。初心者の方はね、処理の仕方知らなかったりとか、して結構苦戦することあると思うんですけど、このキャラね、実は処理の仕方が2パターンあるんですけど、知ってると、正直簡単にやれちゃうんですよ。まあ、どう処理するかっていうのもね、今後ね、ペンギンの動画出せたらいいかなと思うんですけど、まあ、簡単に口頭だけで話すならば、城前に流して、剣士だけで見たりとか、回転してる最中にキャラを直当てして、無敵時間でノーダメージで抑えて倒すとかね、今いろいろあるわけなんですけど、まあ、あんま強くないです、ペンギンは。はい、おすすめしません。まあ、ただ、なんだろう、何かのトロフィーでペンギンが必要なんだよとか、バッチでペンギンが必要なんだよっていう場合はもちろん付加していいと思いますよ。育成はおすすめしません。はい。続いていきます。メデューサーです。まあ、普通です。普通です。パワードと豪快者が加工されて、メデューサーがね、パワード豪快者に強くなったんですよ。加工されちゃってるんで、そんな出てこないんですよね、前よりも。だから別にメデューサ使わなくてもいいんじゃないかなって思ってます。ブルード多いし。以上。はい。マタンゴ、まあ普通です。はい。必須じゃないです。なくてもいいと思います。育成したいなって、思わない。育成したくないとは思わないけど、したいなとも思わない。だからスクスクキャンペーンでやる必要はないと思います。はい。続いていきます。クレイジーフラワー。現状めちゃめちゃ弱いです。後ろに置くしかない。前を置いて食べればいいけど、食べなかったら終わり。うん、おすすめできないです。今昔必須キャラって言われたのに、今ひどい話ですよ。白前に置くだけの迎撃が欲しいならば、白前迎撃としては最強です。ただ白前しか見れないです。キャラが流れてこなかったら関係ないです。デクノボです。はい、ちょっと難しいです。今後強化されると思ってます。ちょっと難しいです。続いていきます。太っちょ。最近動画出してますけど、太っちょめちゃめちゃおすすめします。裏技剣士がね、複数ね、ノーコストで出せるっていうのがもう熱すぎて。うん。あれのおかげでもう太っちょ剣士めちゃめちゃ強いです。ただね、裏技ね、レベル1じゃなくてレベル2以上にしてくれると嬉しいなと思います。もちろんレベル1でも使えますよ。ただレベル2以上がいいです。3は化け物です。化け物です。はい。強 P1 位取れます。続いていきます。続いてはこちら。フランケン。最近結構面白いと思ってます。ただね、エルフマジで重いんで、エルフだけは嫌です。まあ、ビートルも嫌なんですけど、エルフが一番嫌かなと思ってます。はい。で、やっぱ飛来神のばらまき、結構ね、なんだろう、このキャラって、まあ、最強時代があって、まあ、そっから弱くなってからしばらく使われなかった時期があったんですよ。あんまり研究されてないキャラなんですよね、実は。このフランケンってキャラ。で、このキャラって、まあ、前後、自分の前と自分の後ろに飛来神を2個ずつ出すわけなんですけど、後ろの飛来神って敵のキャラ流れてこなかったらマジで無駄じゃないですか。まあでも拾えるんですよね。意外と拾ったら活躍したりするとか。そこがね、なんかね、最近なんか、やたら、機能してるんだよな、フランケンがって気がして、今優先枠にしてます。はい。続いていきます。マーマン。おすすめではないです。はい。むしろ、マーマンとですね、マイマイも多分いると思うんですよ、今回。マイマイの方がおすすめです。マーマンは単体攻撃。マイマイは、全体攻撃。で、マーマンの方が、スキルが成功すれば大型戦勝ちやすいです。ただ、成功すれば、当たれば、単体攻撃当たればです。マイマイの方が、
中型もう全部見れちゃうんで、大型も削れるんで、個人的には使いやすいです。マーマンの方が尖ってるかな。うん、マーマンの方がちょっと尖ってる。殺傷能力が高いけど当たらない、命中率が悪いキャラで、マイマイは命中率も 100% なんだけど、マイマイはマーマンよりは火力がないけど、まあ別に火力不足してると思えないから満足をしてます。はい、続いていきます。続いてはプリンセス、おすすめです。ソロもマルチも超強いです。安定してます。しかもまあ一応ソロの場合、自分が光栄大型を使ってるならば無理やり付加する必要もないんですけど、あの前衛キャラをね、使ってる場合、大型じゃなくても前衛キャラを固定してる場合はもう全然ありです。プリンセスめちゃめちゃ強い。むしろ前衛キャラをね、あの使ってるのにプリンセス育ってないのめちゃめちゃもったいないです。はい、続いていきます。シマリス育成しましょう。万能です。このキャラを引いて困ることないです。このキャラをあの育てて、後悔することもないです。多分これ以上下方されないです。超絶妙な位置にいる強いニコスって感じです。はい、ニコス5体対空持ち、回復あり、火力もね、あのどんぐりさえ埋めれば悪くなくて壁にもなると。いや、めちゃめちゃ安定してますね。超好きです。はい、続いていきます。ドラゴンライダー、個人的にソラキャラの中で一番好きです。ソラ迎撃の中で一番強いと思ってます。中型戦安定してます。マルチもね、枠外で出してます。ソロは優先枠にしてます。はい、かなり好きです。ドラゴンライダー、グリフォンとかねきついですけど、ワイバー見れるで、なんだろう、流行ってる例えばブルードとかに対してもうまくフレーム機能させればブルードに勝てます。あの確かね、ブルードのねスキル2回で死ぬかな、1回で半分ちょい削れると思うんですよ。耐えるんですよね結構。で他のキャラの攻撃とかも、まあ、基本的に対空なかったら一方的じゃないですか。もう相手詰ませられるんで、それで引かせることもできるし、大型切らせることもできるし、フクロウは大砲で落とせるんですけど、ドラゴンライダーは落とせないって思ってください。フクロウはね3発打てば落ちるんですよ。ドラゴンライダーは4発、場合によっては5発必要になりますんで、かなりおすすめします。前回の移動速度が 1.5 倍になったんですよね。それによってめちゃめちゃ強くなりました。移動速度 1.5 倍索敵アップ、めちゃめちゃ強いです。個人的にはおすすめします。迎撃キャラでソラキャラ掘ってから、ソラキャラ欲しいなって思ったらこいつやればいいです。ソラキャラ興味なかったらやんなくてもいいですけど、ソラキャラ欲しいなって思ったらやっていいと思います。俺はおすすめします。はい、でバルキリーはおすすめしません。逆にアビさんは強いです。アビさんは本当にめちゃめちゃ強くて、中型戦も強いし、大型もやれるし、めちゃめちゃ強いんですけど、アビさんじゃない時が弱すぎるんですよ。対空引かれてなければいいけど、対空引かれてる可能性を考慮すると、簡単に前に切れなくて、前に切れないってことは攻められなくて、結局ドローンにしかならないんですよね。で、前に切って対空引かれたらもうそれで1枠終わりだし、かなり厳しい。結局後ろに切っても対空引かれてる可能性もあるし、難しいですけど、ドラゴンライダーは2体いるんですよ。バルキリーは1体なんですよ。っていうところに違いがあるんですよね。まあ、アビさんのドラゴンライダー3体になるし、バルキリーは2体になるんですけど、で、バルキリーの2体は強いんですよ。だから、アビさんだったら強いんですよ。裏はいらないです。ドラゴンライダーは2体でも強いんですよ。3体もやばいんですよ。なので、ドラゴンライダーの方をおすすめします。アビさんじゃなくても強いです。むしろ自分はアビさんでは最近使ってないですね。使ってもいいですけど。はい。続いていきます。続いてはですね、迎撃キャラ、ワーウルフ。はい。ワーウルフは、普通です。ザ普通。弱くないです。強くないです。どっちでもいいですって感じです。育成する部分で。正直どっちでもいいです。お好みで。はい。そして、ラストがタートルキャノンですね。タートルキャノンは、おすすめしません。はい。言うことないです。おすすめしません。以上。もうこれだけです。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。さっきね、ブラガの話をしたかもしれないんだけど、最初に。ブラガはもしかしたらすぐタノーキャンペーンの対象じゃないかもしれないか、あれは。ちょっとそこ詳しくないんですけど、まあ、そんな話を聞いたことある気がします。ガールは対象じゃないかも。はい。気をつけてください。ガールは対象じゃないかもしれないです。ちょっと調べといた方がいいね。はい。じゃあ最後これ調べて終わりましょう。これね、おすすめですと言ってね、育成して、ガールすくすく卵じゃなかったよってなってもね、いいことないからお互いに。はい。ガールと転生を除く全てのキャラです。ガールはダメです。なんでおすすめじゃないです。はい。すくすくでは関係ないです。一応概要欄には記載しておきます。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。